小松さんの会派の方である方も非常に悩んでましてね。え、なんだろう。京都の方かな。あ、まあ、もう言わない。あの地域の思いごとに僕、巻き込まれてまして。あの方でしょ、あの、うん、ほら、あの小西さんが、小西議員が、憲法学者だとおっしゃってるので、そのことも含めて調査してくれと言って、それについて調査の結果は、あの会派の方に入りました。ですね、あまり本人もあまり真剣な感じで言わなかったので、その後、音沙汰がなかったというふうに言っておりました。いや、でもね、あの方はね、だから僕、実は選挙で直接応援したんですよ。応援に僕わざわざ京都行って。でもね、コロナだったでしょ。はい。だから一緒にジョイントして演説会できないから、しょうがないから僕勝手に町の公民館みたいなとこ借りて、YouTube で勝手に配信して、絶対殺して寝ろっていう演説を、一人演説会やってました。で僕はね、あの人感動したのはね、何年か見たんだけども、京都の山の中で尖閣諸島の演説をやって、人がこんなたかって見ててね、みんな無視するからね、はい、すっごいなと思ってね、だって一番金、なんていうか、金投票にならないって言われてる問題じゃないですか。はい、そうです、そうです。それをやってね、正面から小選挙区で突破したんでね、うん、いや、立派な方だなと思いましたね。ただ、私が、私も落選が2回あるんですけど、はい、あの方、もっともっと多いですからね。多いですか。でも、はい、負けた時に学んだんですね。そうです。それぞれ、やっぱり我々会派5人でやってるんですが、大体こう、集うと、落選自慢話が始まるんですよね。そうなんですか。いや、今度お呼びしようかって話もあるのね。あ、うん、いいですね、うん、お呼びしようか。なんかね、別のとこからね、そんな、話が来てましたんで、そのうちいいと思うんですよ。でも、今、有志の会ですよね。はい、有志の会っていうのは、5人それぞれ、皆さん、いろいろエピソードも知ってるし、これくらいいい人たちが集まるって珍しいなと思いました、ね。やっぱり無所属小選挙区っていうのはですね、うんうん、やっぱ大変ですし、うんうん、まあ少しね、へそが曲がってるというか腹が座ってるというか、まあ、言い方はいろいろあると思いますが、でないと今時の選挙の制度で比例もいらない、うんうん、政党からの軍資金もいらないということで選挙に臨むというのは、ちょっと変わり者じゃないとやらないですよね。変わり者だけどすごいね。いろいろ活動でも制約かかりますでしょ。ポスター、公営掲示板以外ポスター貼っちゃいけない、うん、送れるハガキの枚数が2万枚少ない、うん、配れるビラの数が4万枚少ないと、うん、なんかそういう制約がある中で選挙やらなきゃいけないので、うん、まあ、なかなか大変なんですよね。だから今だから政党中心にね、制度できちゃってるからこうなんですよ。無所属で小選挙区ね、定数1のところをね、当選するってこれは大したもんですよ。で、前から僕はね、小松さんのことは知ってて、僕、小松さんの方はそんなね、認識ないと思うけど、うん、民主党政権の時にね、政務調査会って僕の先生は樋口さんだから、はい、樋口薬局の樋口さんだから、ほとんど出れないから、私が代理でメモ取って毎日報告してたんですよ。うん、で、毎日のように出てるとね、小松さんがね、毎日ね、政務調査会で怒ってんですよ。うん、でね、ただ一人の反対派なの。多分 TPP の時ですよね。で、TPP の時で、で、あれ、TPP 反対だっていう人が、もう20人、30人いて、で、賛成派っていうのが私一人だったんです。で、この時にね、もう本当にいや、俺は実は賛成なんだという人たちの無責任さを感じましたよね。いや、私一人でずっとやってるんですけど、で、賛成の人たちみんな何て言うかというと、いや、会議には行かないけど、僕はあれ賛成なんだよね、うん、やるべきだと思うんだよねって言うんですけど、うん、ある民主党の TPP 反対派の方にですね、うん、言われたのが、サイレントマジョリティというのは世の中にはいるんだと、うん、しかし政治の世界にサイレントマジョリティはないと、うん、来て口を開かないやつはいないのと同じなんだと、うん、と言われて、もうその通りだよなと思ってですね、うん、いやだから僕もね、思ったのはね、他の問題もう何の問題か覚えてないけども、なんかともかく特に誰ってもうはっきり言うけど、小沢さんのグループね、なんか文句あるときはね、わーっと来てね、わーわー騒いでね、会議ぶっ壊したんだよ。はい、けどやっぱり政党の中で会議やるときとかなんとかっていうのは、うん、そういうときというのは来て口を開かない人間で、裏で、うん、いや俺は実は反対なんだ、俺は賛成なんだという人間って、うん、こんなに信頼の置けないやつはいないなと、うん、しみじみ思いましたね、本当に、うんうん、そういう意味ではね、本当戦ってこられたから。そうですよね。だって、うん、そんな言わなかったら、そもそも何のためにバチつけてるんですかっていう。そうですよね、うん、でもあの時思ったけどね、
3年半あったんですよね、あの政権って。はいはい。で、まあ、樋口さんが悪いわけじゃないけど、本当に質問の番が回ってこないですよね。回ってこなかったですね。積極的に手を挙げても年に2回とかじゃないですか。そんなもんなっちゃうんだよね。うん、うんうん。だから本当、もうなんかほら、変な話だけど、共産党クビになってから、その民主党政権ね、スカウトされてやったんだけど、いや共産党なんてのはほとんど毎週質問があるのは当たり前だったから大変だったんですけど、いやこんなに質問ないのか、秘書やることないじゃんっていう感じだったけどね、うんうん、今私がそうなんですよ。あ、そうなんですか。少数会派だから、うん、毎回当たるんですよ、うんうん、でけどたった5人しかいないので割り当てられる時間がすっごい短くて、うん、今日も質問時間5分とかいう、5分ですよ。5分だけど、5分でもやっぱりクオリティの低いこと質問できないので、うん、勉強するわけですよね、うん、で私と共産党と国民民主党とあと令和新選組の方は毎回当たってますね、うんうんうん、でそれ以外の方っていうのは、うん、2回に1回3回に1回ぐらいしか質問当たらないので、はい、自分が担当している委員会に上がってくる法律でも、うんうん、勉強してない方いるんじゃないですかね、うんうん、はい、まあ、そうでしょうね。あとでも僕なんか前どういうわけか一時鈴木宗男さんと仲良くて、はい、鈴木宗男さんが一人会派でやってる時は、ね、どうすんべって言った時に質問収集でやろうと、うんうん、あの人はでもそう決めちゃうと本当に突っ走るから一、うん、人で3000何百作ったんだよね、はいはい、ただあれ、まあ、種明かしするとね、いろんな人と会った時にいろんな要望もらったり、例えば鈴木宗男先生だと北海道全体のね町役場の人も仲いいから、はい、役場の人に作らせちゃうんだよ。あ、僕もやったことあるけどね、鹿児島県庁に作らせるとかね、やったことあるけど、ね、その鈴木宗男さんといえば、なんかゴールデンウィークにロシアに行かれる。ロシアに行くらしい。でも なんか今藤田維新の幹事長の藤田さんが、うん、それやめてくれって話してみたいなね。ロシア行ったら当然誰に会うんだろうか、ね、いや、うん、トップには会われるんですか。ね、宗男さんって2回会ったことがあるんですよ、プーチンに確か、うんうんうん、だからその下の人って話にはなんないかな、ね、せめてあの人に会うんじゃないですか、ガルージンさん、外務副大臣の。はい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 、うん、途端に外務副大臣でびっくりしますけどね、まあ、大使されてたのにね、うん、もうちょっと上でしょうね、セルゲイ・ラブロフが出てくるかどうかぐらいかな、うん、4月いっぱいまでは確かニューヨークいるんでしょう。ニューヨークいますね。あ、そうか、国連総会に、国連安保理の議長として、ね、議長だから、うん、はい、うん、それぐらいかなと、うん、やっぱりそれなりに、うん、ランクは気にする国なので、そうですね、一参議院議員、面識があったとしても簡単に一参議院議員に大統領は出てこないと思うんですよね。まあよね、まあ、会った時も首相の命題だということでね、はい、小渕さんの代理で、小渕さんが今病床にあるんでって涙流してあったって話がありますよね、うん、あ、その電報確か見たことあります、うん、まだ当時外務省いたの。あ、そうですか。そうですね、その電報なんか見たことありますね、うん、はい、そうだ、外務省いらしたんですよ、はい、松さんね、そういう意味では今日ね、うん、ウクライナの問題とか、うん、結構面白い話をしていただけるかなと思いまして、うん、そうなんですよね。でウクライナね、今ものす僕も今一応情報商売っていうか、はい、情報発信商売やってるんで、はい、まあ、僕は喋ってるのは一人だけど、いろんなところに協力者がいましてね、はい、アメリカでもロシアでもウクライナにもいるしドイツにもいるっていう感じで、そのいろんな情報を集めて、まあ、主に報道が多いですけどね、うん、日本に来ない報道とかを拾ってやってるんですが、うん、どうもここに来てガチャガチャになってきてると、今年入ってからね。で今まで例えば去年の前半ぐらいはもちろんね、西側諸国って一致してですね、うん、ロシア負けるぞ負けるぞって言ったら、いやこれウクライナ難しいなっていうのはアメリカ言い出してる。昨日のニューヨークタイムズなんかね、もう5月から攻勢やってこれが最後じゃないのっていうような、そういうニュアンスの報道。ところが昨日の朝日新聞とか読売を見るとロシア負けてると、こんななっちゃってるのね、うん、ね、多分ね、アメリカの場合は来年の大統領選をかなり意識して言ってるんじゃないですかね、うん、まあ、それもありますね。ほらロバート、うん、ケネディ・ジュニアが、うん、出馬の、うん、表明したじゃないですか、うん、で彼はウクライナに武力を、まあ、行使することについては消極的なんですよね、うんうんうん、だから、まあ、民主党がどっちの方に、うん、そのバイデンさん、置いてるんだね、バイデンさんも、まあ、25日だったかな、うん、出馬
バイデン大統領も出馬宣言したし、うんはい、まだ民主党も2人ぐらいだし、それから共和党も、うんあれでしょ、トランプさんとそれからヘイリーさんが出馬宣言をしたわけなんですけども、はいうん、でもね、なんか両方あるじゃないですか。あのトランプは、ね、トランプさんはあの元大統領っていうか、うん、前大統領はその海外に武力を行使するのは反対だし、ヘイリーはでもちょっとあの微妙ですね。ウォールストリートジャーナルの寄稿とか見てたらすごい強硬派なんだけども、うん、強硬派なんだけどもそんなこと言っててもしあれなんだけど中国の台頭が怖いと、うん、だから中国が台頭するのは、まあ、ロシアと関係が緊密になってるじゃないですか。ロシアが勝ったら中国が台頭するからとかってそういう、うん、まあ一つかませてやってるんですけど、ねうんまあ、いろいろあるけどね。あと僕がちょっと気になってるのは停戦交渉を、ね、始めるべきだっていう話が EU 諸国から出ていて、はいはいはい、でみんながこぞって期待してるのは中国にお願いしますと。で一帯一路僕ら一緒にやりますけどまず平和にしましょう、中国の役割を期待しますって言って、うん、もうこの間あれでしょ、 EU の委員長とマクロンが一緒に北京に入って、もうボロカスに言われてますね。あれはもうだから裏切り行為だとか言われてるけど平気の閉鎖ですよね。マクロンだから結果として、うん、マクロンは、まあ、私はフランスの報道とか、うん、あとイギリスの報道とか見てるんですけど、うん、マクロンが言ったことに対しては自分たちアメリカにくっついていくつもりもないし、うん、アメリカのやり方に合わせることもしないんだというようなことを言ったので、うん、あれ中国から見るともう満点なんですよね。満点ですね。満点なんですよね、うん、でけどアングロサクソン系からするとマクロンは、うん、マクロンの訪中というのは、うん、もうあんなひどいものはなかったということで、うん、で実はEU のフォンデアライエンというのは、うん、結構中国にきついこと言うんですよね、うん、だから遅れてきたんですよフォンデアライエンが、うんそうですね、遅れてきて、うん、でマクロンは厚遇したけどフォンデアライエンについては、うん、結構厳しく当たってますよね。そこら辺なんか中国って、うんうんうん、露骨に分けますよね。分けますよね。で何しろ僕は震災の時もいろいろねフランスにはすごく悪いイメージを持ってて、はい、商売するじゃないですか。震災の時にサルコジが来てかなり早い段階で来てですね、菅さんとやってましたけど、あれも見てて分かりますよね、うん、アレバ社の、うん、アレバ社の何か商品とか何とかを売り込もうとしてましてね、うん、総裁と一緒に来てたじゃないですか。アレバの総裁と来てましたね。女性の総裁でした、はいはい、はい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 、で僕もあの時は裏方にいたんで、うん、いやこんなことえげつないなと。で中古のね変な冷却装置売ったり してたわけ、うん、で逆に東電側から僕変なね陳情をつなぐ係だったんで裏の陳情を受けててこんなの使い物にならない買ってどうすんだって、ね、突き上げ切ったんだけどね。で今回も北京に60人経済人が、はい、一緒に行ってるってびっくりしたんですよね、はい、なので今結構その後、まあフランスは物の言い、うん、物の言い方変えましたけど、うん、ちょっとやっぱりフランスはもともとですね、もともと最初からずっとプーチンの顔を潰すべからずと、うんうん、やってましたね。これずっと言ってるんですよ、うんうんうん、だからプーチンの顔を潰さないようにして、和平を達成しなきゃいけないから、うん、こう下ろした拳を上げた拳を下ろすところをみんなで探そうみたいなことを言って、うん、ゼレンスキーあたりからふざけんなこの野郎というふうに言われる存在で、うん、実は考えようによっては元からそういう国なのであると、うん、フランスというのは。そうでしょうね。で、本当には多分少なくとも今回の訪中については中国側からするとよしよしと、うん、よしよしですよね。もう完全にそうですね、うん、なんかご褒美もらえるかもしれないですよ、うん、でフランスが行ったからしめしめって言ってスペインも行ってるしね。あしめしめでスペイン何やったかって観光 の復活だ。スペイン皆さん中国のお金持ち来てくださいっていう話し合いしてきた、うんうん、スペインって僕も知ってるんですけど、前ね民主党政権の時に結構中国政府との僕が間の連絡役だったんですよ、はいはい、でいろんな話聞いたら結構ね向こうの中国共産党の幹部ってスペインに別荘持ってるんですよね。ああマラガとかあの辺りとかですかね。そうそうそう、多分昔はアメリカ人の金持ちだったの、ね、今中国人の金持ち、うん、スペインは、うんうんうん、日本もそうですよ、うん、コロナが終わって私びっくりしたのは外国人増えたじゃないですか、はい、最近この間ね地下鉄に乗ろうと思ってエスカレーター降りてたら、うん、前と後ろが
なんかあの中国でもない韓国でもないみたいな外国人、うんうん、東南アジア系の外国人だったんですよ、うんうん、パッと見たらバーバリーのコート着て、うん、で腕にね、うん、ケリーバッグ持ってた。すごいですね。で誰だ、なん、どこの国籍の方だったんですか。いや、わかんないです。あ、言葉がわかんない。中国人の富裕層ね、男を見るとすごいわかんない。みんなポロ着てるから。みんなポロ着てるから。いや、でも前だったらなかったですよ、うん、あのコロナの前は。あの中国人の、まあ、なんていうか、ほら日本のね、あの炊飯器買いに来たとかね、はい、そういうふうな人たちはいたけども、うん、そのなんていうか外国人で、しかもその、うん、まあそれが地下鉄乗ってるっていうのが面白いですよね、うん、エルメス持って地下鉄乗ってるっていうのが面白い、うん、この間でもね、仕事で取材で京都行った時もやっぱりね、観光客がもう嵐山のあたり歩いてたらね、うん、日本人が少数派で、うん、7割が外国人なんですよ。そうですね、あのあたり、うん、最近私も行きましたが、うん、嵐山のあたりから嵯峨野の方に抜けていく、うん、あのあたり渡月橋の周辺とかですね、うん、いやもう日本人マイノリティですよ、うん、マイノリティですよね。で、あの結構白人系の人が多かった、うん、それも多かったですね。なぜか、なぜかね、びっくりしたのね、あれ聞き慣れたこと、ロシア語喋ってるこの団体ってロシア人のツアーが来てんの。ああ、なるほど。京都で、うん、あ、こいつらどうやって来たのかなと思ったけどね、うん、戦争やってるのよく来れたねっつって。まあまああれですからね、うん、あの外に向かってやってますからね、そうですね、ロシアはね、うんうん、できるだけあのモスクワとかにあの戦争の感じをこう、もちろんあの戦争を士気を上げるための士気高揚のためのセレモニーはやってますけど、戦争の影響ができるだけモスクワに出ないように、出ないように、あれ意図的にやってますよね多分。結構だから、あの一時ほらドローン攻撃やったじゃないですか、ウクライナの、はい、あの一番近いところはモスクワから200キロのところでドローン攻撃されてるんですよね。だから意外と手届くんだよね、ウクライナがやろうと思えば、うんうんうん、ミサイルぐらいは、うん、で今回どうも今おかしな雰囲気があって、ロシアもね、あのあれだけもう絶対やるぞって やってたですよ、それこそ戦時中ですらやってたね、軍事パレードがどうもやる様子がない、ね、お金がない、お金の問題と、あと、うん、兵隊何万人も集めて歩かせるから足んないんじゃないかな。それでね、その、うん、あの兵隊が足りないから、うん、どんどん年齢を、うん、あの上げてるじゃないですか、あの中高年に上げてるじゃないですか、うんうん、それプラスあの外国人を要するにリクルートしてるんでしょ、してます、あのワグナーが、うんうん、で特にその外国人で今なんかザンビアでしたっけ、うん、ザンビア人かなんかがこの辺亡くなって、うん、それはモスクワで、うん、あの原子力の研究をしている大学生だったんですけど、うん、学生だった、研究者だったんですけども、うんうん、なんかでね、なんかで逮捕されて、それで、まあ、あの刑務所に入れられて、うん、で刑務所で、うん、あのお金をたくさんあげるからっていうことでワグナーにリクルートされて、それで連れて行かれたっていう、うん、だからもう国内でもそういうふうな人たちがなかなか不足してるっていうところですね。そこはしてますね。で、うん、不思議にあの無理やりあのウクライナがやる、 あんまり言うとまた怒られるんだけど、ウクライナがやるみたいに街中で男をとっ捕まえて持っていくようなことはしない、うん、でもちろん無理名簿でね、はい、動員名簿で出すってこともしない、国外出るのも自由でもね、困ってるらしくて、あの何人か僕の友人、あの日本人で定住してる人いるんですよ、うん、聞くと移民事務所に定期的にあの手続き行くじゃないですか、移民事務所にバッチリ貼ってあるってポスター募集、うんうん、募集、この募集に応じると手続きが簡素化されるとか、ね、すぐ国民になれるとか、うん、一時アメリカがやったのと思うんですよ、ね、はい、今日ちょっとある、情報誌読んでたら、今この瞬間少し兵隊が足らないので、うん、今一生懸命に、動員かけてて、うん、なんか5月の下旬から6月ぐらいにコンプリートになるはずなんで、うん、そこら辺まではちょっと今ロシアは待ちだなと。やっぱり相当、うん、あのバフムトとかあの辺りでですね、うん、無茶な攻撃をやって部隊を損なってますよね。あれ、それであの戦い方を見るとね、あの僕の自衛隊の友人なんかがあの戦術とかいう戦況分析やってるのを聞くとね、うんうん、もう第一次世界大戦の戦い方やってるんですよね、あれ歩兵戦闘、あれ完全に、一回包囲されて、ええ、なんか殲滅に近い状態にあったりも、うん、してるんですよね。で、ああ見てみると多分あのロシアの軍隊の指揮命令系統というのが、うん、多分うまくいっ
ってないし、誰がどこで権限持ってやってるか、もうよくわからないじゃないかと。で、実際その、全部、こう、ある地域を解放してみると、戦車が使える状態で放置してあるっていうのが、なんか今回結構、散見されたって言うんですけど、通常こう、そういうの撤退していくというか、普通はもう使えないようにして、壊しますよね。壊していくんですけど、もう逃げるためにその暇がなかった、その暇がなかったという、だからそれぐらいという状態で撤退した、ということですよね。だから、ね、あの Z って書いてある戦車が使える状態でゴロゴロ置きっぱなしになってるという、これを見るだけでもいかに戦略的に戦術的にですね、うまくいってないのかっていうのは感じますよね。なんかでも昔あのチェチェン紛争、僕の友人のジャーナリストが戦線入って取材したんですけどね、ロシア軍ってのは常にねやる気がないのがデフォなんですっていつも戦意がないなチェチェン人に比べると、それでやっぱりね必要のない損害出したり、アフガニスタンもそうなんですけどね、はい、今回もでもやっぱりいろいろあってウクライナ軍も壊滅的なんだけども、ロシア軍もアフガニスタン戦争の10年分を1年で損害出してるんですよね。すごいですね、公式で発表されている数字ですらそうなんで、うん、だからこれは大変な社会問題になってる、間違いないですね。30万人っていうのはそれですか？いや、30万人もいないよ、ロシアは。イスラエルのモサドが出したのは、戦死者が1万8000人、2月の時点でね、で戦死者が1万8000人だと、その2倍から3倍ね、回復不能障害を受けてるはずなんですよ、要するに重傷を受けて戦線復帰できないのはその2倍から3倍いると、だから全部で6万人以上。じゃあ30万っていうのはあれかな、怪我をした人も含めての、逆に30万っていうのはね、ウクライナ、ウクライナの、ウクライナ軍、モサドが出してるのは、正規軍が開戦の前に24万いたのがほぼ全滅、でその後動員兵をね、持ってきて現在70万ぐらいいるんですよ、ウクライナ軍はね、でも動員兵ってすごいんですよ。だからウクライナの動員兵って16歳以上70歳まで、で50代結構多い、50代で兵隊つらいですよ。